はい、デレマス P の皆さん、お疲れさんです。千尋さんの中の人と誕生日が同じサカポンです。いや、はい、昨日はですね、ちょっとハイテンションで動画撮ってたのが良かったのかね、60画社でいい結果引けましたね。はい。でね、今日はね、ちょっとね、ハイテンションになれないですよね。ちょっと仕事が忙しくてね、いつもよりちょっと動画遅い時間に撮ってます。本当疲れてます。はい。でね、今日無料画社行く前にね、ちょっとやりたいことがありましてね。はい。こちらです。プラチナスペシャル画社セット。今日買っていこうと思います。ではね、こちら。さっき購入させていただきますよ。10連合社チケットなんですけど、そうですね、使用期限は3月8日までなんで、かなり長いですね。ひょっとしたら今日使うかもしれません。まあ、ということでね、さっきスカウトチケットからいきたいと思いますね。Sレアからちょっとスカウトしていきましょう。絞り込みで、誰にしようかな。Sレアはね、持ってないアイドルなら誰でもいいんですけど、今回はちょっとイベントアイドルもね、選べるということでね、とね、一人ずつ見ていこうと思いますけど、誰いけるのかな。はい、こんな感じですね。そうですね、パッと見で、このスイートサマータイム三村かな子にしますね。ここはサクッと決めます。夏限定ですね。結構かなこ好きですかね、私。ではね、この本命のプラチナスカウトチケット、SS レアなんですけど、いろいろね、ちょっとざっと見ていきましょうか。これ工場も限定も入ってるんでね、あれなんですけど、できるだけね、いつもだったら、普通のエースのあれだったら、スカウトプラチナやったら、僕、今回、泉にね、ちょっとスカウトしようかなと思ってたんやけど、今回限定も選べるということでね、それはちょっとね、今回はごめんなさい、選ばないということでね。しとんけどね。一応悩んでるんですよね。こうして見るとちょっと欲しい子他にもあるんだよね。パッションアイドルで選ぼうと思ったけどね、一瞬ね、そうだ、キュートアイドルでも欲しい子いるんだよ。やば。やば。この渚の花嫁、ごっつい僕欲しくて、で、南時引いたんやけどね、工場引いちゃったっていう思い出がありますわ。やば、南も欲しいな。
ってね。こうじーっと見ていくとね、ちょっとって悩んじゃってんだよね私、うん、じーっと見ていくけどね、あ、エスレア行ってる。エスレア行ってた。一応ね、今迷ってんのはハッピーホイップのミリアちゃん。ミリアちゃん持ってないんですよ、工場も、もう限定も誰もね。でね、ミリアちゃんにしようかな。ミリアちゃんの限定か、お嬢のね、ねえ、ミリアちゃんにしよう。お嬢の限定バージョンにしようか。迷ったんですよね。お嬢の限定版だったら、この、姉子の心意気、気がそうなんですけどね。どうしよう。ミリアちゃんもいいんだけどね。揺れてます、でもね、私ね、お嬢好きなんすよね。っていうことは、ということは、もう決めました。はい、こちらにします。この確定をね、10連で見たい。って思いますよ。はい、ということでスカウトしたのは巴お嬢です。いや、なんでお嬢にしたか。お嬢前から欲しかったんだけど、どうもうあれなんですよね。ではね、本日の無料10連行く前にいつものあのおまじないから。早っ。ありがとうございます。早いです、むちゃくちゃ早いです。一発で来ちゃったよ今日。何かいいことあるでしょうか。では本日は60会社から行きたいと思います。1、2、3、4、5。では行きたいと思います。よいしょ。まあそうそうね、昨日みたいな引きはできませんよ。ということで本日の60会社は篠原レイさん来てくれました。で今思ったらね、今日10日でしょ。どうしよっかね。今日ちょっと無料10連、まず無料10連ひとまず行きますね。どうなんでしょうね。ここのとこ運も落ちてますしね。ではどんなでしょう。ではその前に、運営さん千尋さん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料10連、本日ももうありがたく引かせていただきます。ということでね、いきましょう。1、2、3、4、5。どうなるでしょう。嘘ー、ロードなし。ちなみさん、ちなみさん2連シュガハタクミンカイアカネチンルミさん、ゆきのさん、ちなみさん、ラストエスレアが、おっと、ゆかりさんです。このゆかりさん、今回よく見ますね。マジかー。
いやこのアイテムね、もう早速もうこれ使っていきましょう。1、2、3、4、5、ちょっと悔しいからね。さっきのはさすがに悔しいぞいと。おっと、ロード早い。白、うん、よいしょ。もう強運悪いな。うずき、もう飛ばしますね、もうこれ。ほのかさんでしたね。どうしよう、もう2枚とも使っちゃいます、もう今日は。あー、1、2、3、4、5、どうでしょう。もう運悪いっすね今日は。さっきよりはいいロードかな。お、来た、やった、確定きた、ありがとうございます。ということで、もうどうだ、お願い、できれば限定欲しいんですけどね。誰が来る、よいしょ、1枚。おい、それは多いっすね。楓さん、かなで、いや、かなで、エリカ、泉、ミレイちゃん、みどりさん、エスレア1枚。お、くるみちゃん。じゃあ続きまして、エスレア、誰が来る、お願いします。誰かな、あかねちゃんや。ってことは、やったー、赤根ちゃん来たー。うわー、今回の SS レア欲しかった一人やったー、やったー。続きまして、イブさん、イブさん。おっと、トナね、続きまして S レア、イズミーン、イズミーンです。さあ続きまして、あーにゃ、いやー、さっき無料10連とさっきのガシャチケ1枚目、10連チケット、うん、惨敗だったけど、よかった、ここに来て来てくれました。ありがとうございます。パッションユニゾン、パッションアイドルの全アピールって 30% アップ、パッション楽曲なら 55% アップ、パッションサンアンサンブル、レッドクイーよっしゃー。嬉しい、ほんと欲しかった一人ですからね。いやー、よかった。ということでね、こんな嬉しい結果を含まれまして、今回もこのコーナーです。この子のこと知ってもらいたいねのコーナーです。本日紹介するアイドルはですね、みんなのお姉さん的なアイドルを今回は紹介していきたいと思いますね。でね、このお姉さんさんはね、本当に何やろね、いろいろ言われますけども、本日紹介するアイドルはですね、新田みなみです。みなみはですね、大学ではラクロス部に所属している女の子です。そしてね、高校生の弟がいますね。弟も仲
いい感じの兄弟関係らしいですね。そんなね、南のお父さんは海洋学者であらされます。でね、そのね、南なんですけど、南の名前の由来なんですけど、時に厳しく時に優しい海の波のような、そんな女性になってほしいという願いからつけられた名前のようです。そんなね、みんなに慕われる優しい雰囲気、優しいお姉さん、新田みなみ、皆さんも覚えておいてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。また私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。